こんにちは、ネイルソラです。今回はアマテラス破壊不能問題というねクイズを出したいと思います。太陽神アマテラス赤の MP サラのユニットですね。これレベル5まで成長すると俊敏、ベール、破壊不能を得るというねすごい強いカードになりますが、ここに悲しき変異、味方ユニットいったような攻撃力をアップして1回攻撃すると破壊を付与というねカードをかけるとどうなるかという問題です。まあ破壊不能なんでね、破壊されることはないと思うんですけどということで、まず A、 まあ攻撃してもアマテラスの破壊不能って書いてあるから破壊されるわけもないだろう。 B、 いやいやちょっと待てと、じゃあ相手からの破壊のカードは別だけど自分が破壊を付与してんだから破壊されるだろうっていう、まあ、二択ですかね。はい、ということで実戦検証した動画をどうぞ。はい、ということでね、結果としてはアマテラスは破壊されないということでした。まあ、当然といえばね、当然なんですけども、まあ、一応気になったんでね、調べてみたって感じですね。で、こう戦闘の前後で見てみると、その戦闘前は攻撃後に次回あと1っていうのは付与されてるんですけど、攻撃終わった後にはそれが消えてるということですね。あとまあ若干気になったのは色がね、黄色と白で、こう、色分けされてるんでね、これもしかするとまあ永続的なものが黄色で、回収制限があるのが白なのかなとか、ちょっと改めて、もしかしてそういう色分けされてんのかなみたいなのは、ちょっと気づいたところですね。はい。まあ今回はね、ちょっと簡単だったと思うんでね。うん。だからちょっと気になっちゃって。まあ他からね、こう相手のカードで、例えば破壊っていうことに対して破壊されないっていうのはまあ、まあまあそうかなと思ってたんですけど、自分でね、破壊つけたらどうなるんだろうってちょっと気になったんでね。試してみたところでした。ではまた。